昔ながらの手植えの次は最新技術です。人手不足の解消や省力化を目指した田植え機がお披露目されました。今特別に乗せていただいている田植え機、なんと自動でハンドル操作をしてくれるんです。乗っている人は全身交代のレバー操作だけ。私でも操作ができてしまうんです。すごい、私田植えしてます。新たに導入されたのは、衛星などの位置情報を活用した自動ハンドルの田植え機。初心者でも熟練の農家のような精度で苗を植えることができます。これは楽ですか？楽ですね。大変楽です。 JA 山形では国の事業を活用したスマート農業の導入を進めていて、去年西部遠農センターに高精度な位置情報を送信できる基地局を設置。今年度本格運用を始めました。これにより半径20キロ圏内では数センチ単位の位置情報を受信でき、自動ハンドルの農業機械を使用できます。例えばアルバイトの方に乗ってもらうとか、技術がない方でも田植えができるというのがメリットだと思っております。 JA 山形では農家に補助金の活用を進めるなどして普及を目指すとしています。